ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もファイナルファンタジー11やっていきましょう。はい、ナイトのクエストの続きですね。うん、レベルも61まで上がりましたんで、うん、受けていこうと思います。またこのね、倍返し小僧から受けるらしいので、さあどうだ、父親にバレたか。こんにちは。なんかますます立派なナイトになってきたね。いや、見た目は全く一緒だが。いや、アルベージュ、元気にやってるかい？お、なんか友達？あ、ビルバートさん。うお、同じ格好だ。同じ格好だ。帰ってきたんだね。また多くをやっつけてきたんでしょう。お話聞かせてよ。憧れのナイトか。ごめん、アイルベージュ。ちょっと疲れてるからまた今度な。この人は見たところ僕と同じナイトのようだけど。うん、このお姉ちゃんにはビルバートさんが騎士団の遠征に行ってる間、いろいろとよくしてもらってたんだ。そうか。ほう。お前も釣り竿返せよな、ちゃんと。返したか？申し遅れました。私は王立騎士団エグゾロッシュ分隊隊長代理、ビルバートと申します。言いづら。アイルベージュの面倒を見ていただいて、私からも礼を言います。お、礼儀正しい。ビルバートさんはお父さんと同じ隊にいるんだよ。現在エグゾロッシュ隊長は体調が万全ではないため、私が隊長代理として指揮を取っています。ほう、出世株。お父さん体なんてどこも悪くないのに。あ、エグゾロッシュお父さんか。お父さんどうしたんだろう、休んでんの？あ、そうそう、ビルバートさんはこの前の県議大会で準優勝したんだよ。すごい強いんだ。へえ。そのサンドリア、その県議大会やら何やらってよく聞くけど、参加してみたいんだよな。実際やってないんだよな、うん、いやいや、マグルだよ。お、謙虚謙虚なナイト。おい、また新種が来た。なんだこの小僧。あ、ザラネイ・ハムネイ君、言いづら。今回の登場人物言いづら。何か用？お前釣り竿を手に入れたんだってな。それなら一緒に主釣りに行ってやってもいいぜ。なんで上からなんだよ。え、本当？あれだけ頼んでもダメだって言ってたのに。あ、本当さ。でも一つだけ条件がある。条件？子供の遊びに条件がいる。その条件ってのは大鎧宙を用意することだ。え、そんなの無理だよ。だって大鎧宙なんて僕らみたいな子供に取れるわけじゃない、ないじゃないか。いや、頑張れば競売に売ってるかもしれんぞ。それはもちろん。でもお前の父さんに頼めば簡単だろ。あんたって騎士団の隊長なんだからさ。いや、なんか今引退してるらしいぞ。じゃあ約束だ。またここへ来る時までに持ってなかったら一緒に行ってやんないんだからな。いや、別にいいんじゃない。違うこと遊ぼうぜ。主ってそんなにすごい魚なのかい？そりゃもう、なんたってすごい宝物を飲み込んでるって言うんだよ。そいつを僕らで釣り上げてやるんだ。おい、大丈夫か？モンスターじゃないのそれ。でもどこで釣れるのかは秘密だよ。僕らが釣り上げるんだから誰も教えられないよ。え、モンスターに襲われて帰ってこないとか、そういうオチが見えるんだけど。そういえば伝説にも勇敢なナイトが大魚と戦い、そいつが飲み込んでいた宝物を手に入れたっていうのがあるな。アイルベッシュ、大鎧中のことはお父さんに頼んでみなよな。いや、絶対無理でしょ、あのお父さんじゃ。自分で取ってこいって絶対言うよな。うん、分かったよ。僕お父さんに頼んでみるよ。ほら、なんか歯切れ悪いもん。あ、じゃあ僕は今回の遠征をトリオ様に報告して休ませてもらうよ。またな、アイルベッシュ。冒険者の人もお気をつけて。おう、謙虚なナイト。じゃあな。あいつとは友達になりたいな。うん、でももう会わないんだろうな。ビルバトさんかっこいいよな。僕もあんなナイトになりたいよ。ねえ、お姉ちゃんもナイトだろ。伝説のナイトみたいに主を釣って宝物を手に入れてみたくない？やってみよう。そこなくちゃ。その角度やめろ、なんかムカつくから。その角度なんかやだ。でもまずは大鎧宙がないと話にならないんだよな。きっとお父さんに頼んでもダメって言うに決まってら。こないだ泣いてた小僧とは思えないな。え、何それでおしまいなの？取ってきてほしいなとか、そういうお願いないの？ああ、お父さんにもビルバートさんみたいだったらいいのにな。チラッ、きっと頼んでみてもダメみたいに言うに嫌ってら、チラッみたいなのやめて。それすごいやめて。こっちに任せんのやめて、そういうの。あんのかな？これだな、症候簿。
釣り人が憧れる主を釣って腹の中に飲み込んでいるという宝を手に入れたい。え、その大鎧中を手に入れるヒントはないのこのゲーム。ないの。はい、まあ、うん、取りに行ってきますけども、ヒントないのか、きついな。直接頼まれたわけじゃないし、ダメ元でお父さんに頼んでみようぜ。なあお父さん、どういうお父さん。ああ来た、頼むんだ。うん、こんな装備ではまだまだ奴らには太刀打ちできないな。まあこんな武器屋に売ってるのは無理だろうな。お父さん、RPG でいう最初の村だからな。うん、なんだアイルベーシュか。頼んでおいたお使いはちゃんとやったか。お使い？うん、あのちょっとお父さんに頼みたいことがあるんだけど。お父さん頼み事聞いてくれるタイプかこれ。頼み事？実は僕大鎧中が欲しいんだ。それを取ってくれば友達が一緒に釣り屋行ってくれるって言ってるんだ。で、そんなことを言うような友達は良い友達とは言えない。ああそれは確かにな。それは僕もちょっと同意なんだよな。付き合う相手は選びなさい。しかもあんな上からな。それに私は子供の遊びに付き合ってやるほど暇ではない。そのくらいお前にも分かっているだろう。え、めっちゃ暇そうだったよな今。はいお父さん。あっさり諦めた。完全にダメ元だったんだろうな。その説は世話になった。だが子供は甘やかしてはいかんのだ。まあそうなんだろうけど。まあでもあの子はちょっと僕もちょっと嫌だな。うん、さてどうしようか、もう一回戻ってみようか。ちなみに大鎧中は競売で売ってました。うん、ただ2万円した。2万円か。やだな。2万円はやだな。チェ、やっぱりダメだった。お父さん昔はあんなんじゃなかったんだ。あんなん。実は僕の母さん、オークにやられちゃったんだ。その時お父さんもいたんだけど、防ぎきれなくて。あー、トラウマだな、それは。お父さんはそれをずっと、自分の武器や装備が安物だったからだ、なんて思い込んじゃって。あ、自分の腕のせいとは思わないんだ。毎朝やってた剣の練習もほったらかして、お店に出入りしてばっかりいるんだ。あ、ダメ。ダメ親父だな。それで暇じゃないとか言ってんの、あいつ。いかんな。遠征に行かなきゃいけないのに体調が悪いとか、まだ装備に不具合があるとか言って行こうとしないんだ。あのままじゃ騎士団をクビになっちゃうよ。本当にな。お父さんぐらいのナイトならきっと大鎧中なんてすぐにでも手に入れられそうなのに、このままじゃ釣りに行けそうにないや。いや釣りの問題どうこうより、君将来食べていけるか怪しくなってきたぞ。お父さん職失うぞこれ。ああ大鎧中は黒裏の巣に行かないと手に入れないんだ。手に入らないんだ。そんなの僕には無理に決まってら。どうにか手に入らないかな。チラッチラだ。あ、本当にチラだ。お前頼んでこいよ、ちゃんと頭を下げろ。目の前にいるだろうが、助けてくれそうなナイトが。頼んでみなよ。頼んでこないの。頼んでこない系やんのちょっと悔しいんだけどな。まあ行ってきます。クローラの巣2万円払うのも嫌なんで。はいはい、クローラーの巣です。クローラーがいっぱいいますね。うん、昔はここもレベラーゲのメッカだったんですよ。まあ人いっぱいいたんですけど、今や、あ、一人いた。誰かいましたね。はい、さてここで、まあ敵を倒せば、うん、まあ、100、なんでこれ、何この嫌がらせ。何この嫌がらせ。もうこういうの多いんだよ。登れるだろう、冒険者だったら。冒険しろよ、まったく。で、なんだっけ、ここのボスを倒せば、うん、なんかいくつか 100% 落とすらしいんで、もうわざわざ競売で買う必要ないね。うん、いくつか落とすってことは誰かしらやって、まあ、余ったのを競売に流してるってことだろうから、うん、その余りも2万円で買うのはね、ちょっと負けた気がするんで、私も取って競売で1万8000円ぐらいで売ろうと思います。売れんかな。僕みたいに今ナイトを一から育ててる人って。あ、え、から、え、ちょ待って、絡むの、ここ絡むの、絡むの、ちょ待って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 、やばいやばいやばい、なんか4匹いる4匹いる、やばい、話してたらちょっとやばかった。まあでも一発、え、40か、結構食らうな。まずい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 。あれなんで、しかも僕武器持ってないの、ちょ待って、なんで素手なの。危ない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 、フラッシュ。ちょっと4匹にも殴られてると、さすがにきついな。大丈夫か、
ちょっとこいつら何とかしてからにします。はい、いやーすーごい来た。そしてめちゃくちゃドロップがすごいんだよな。トカゲは卵卵卵尻尾尻尾尻尾ってめちゃくちゃ手にありましたね。卵ちょっと調理スキル上げるかな。ああでどっちだどっちだ。そっか61で絡まれんのか。ここ気をつけないといけませんね。うん、なんか箱があるぞ。いいものある。覇者の戦略ポテンシーポテンシーおよびヘイストの効果をやられる。ポテンシーってなんだっけな、覚えてないな。バリスタとかなんかプレイヤー同士で戦うような、うん、イベントでなんか配られるようなアイテムだけど、こいつら絡まないよね。うん、ウィッチヘイゼル球根、魔女の球根で、この辺になんかハテナがあったあったあった、ここに出るらしいっす。おっす。まあ、この狭いとこでやんの、またあんな狭いとこでやんの。やるしかないか。ほい、嫌な予感がした。嫌な予感すらしない。ドレッドバグ、ちょっと球根くんな、球根くんな、巻き込むから。でさっきのトカゲで TP が3000溜まってるんで、 TP をそのままダメージにする。スピリッツウィズイン、スピリッツウィズイン。何ダメージ ?1017 か。まあまあだな。うん、3でも3000溜めてそれのダメージはちょっときついか。フラッシュ太陽拳、フラッシュしてケアル3。おサイドワインダー当たったけど、ちゃんとタゲは僕のままだね。うん、開幕スピリッツウィズインが効いてる。ほらセミさんにもターゲットは渡さないよ。ナイトのこのターゲット保持力、なんかすごい糸吐くなこいつ。そういう敵か、めちゃくちゃ連続で糸吐いて、めちゃくちゃなんか吐くな。毒も来た。でもさすがピエージュ、はい、今ピエージュ呼べるんでピエージュ呼んでるんですけど、ピエージュすごいね、秒で直してくれんね。オーバルブレード4回攻撃、ウェイ、かっこいい。おレベル上がったこいつ結構いい経験値持ってたな。1120で、はい、大鎧中2つ手に入れたんで、1個渡して1個は1万8000円ぐらいで売りたいと思います。 OK、 よし、じゃあ帰ります。いやトカゲの方が怖かったな。うん、少なくともこいつのお父さんはあれを倒せるってことだよね、一人で。そうすると今の僕より強いってことか。マジか、ちょっとショックだな。まあ言ってるだけで本当に倒せるか分かんないけどな。これ僕にくれんの？でもいつももらってばかりだし、お姉ちゃんも釣りたいんだろ。いや釣りたくはないな釣りスキルはないな。おい、アイルベージュ、あ、来た来た。およろちは手に入ったか？ないなら一緒に釣りに行ってやんないんだからな。お前は持ってんのか、そもそも。お前持ってんのか？うん、それが。いや、持ってきたよ。あるよ。やっぱりダメだったよ。手に入らなかった。いや、あるんですけど、ここに。え、お前のお父さん取ってきてくれなかったのか？ちぇ、やっぱりな。騎士団の隊長ってやっぱ嘘なんだろ？もうお前なんか誘ってやんないからな。え、お前はあんのかよ、じゃあ。おい、ちょっと見せてみろ、おい。いつもこうなんだ、いつもかよいや、これはお父さんの言う通り、ちょっと友達選んだ方がいいんじゃないの。ねえ、僕はもう行けないから、主のいるとこ教えちゃうよ。主はね、オズトロヤ城にいるって言われて、え、私にやれと私にやれと言ってる。だからその角度をやめろ、腹立つから。釣り名人を連れて行くなら、釣る前にちゃんとお礼。そうだね、大鎧中を最低5個ぐらいは渡すべきだね。え、何を言ってんの。は ?5 個自分で釣るんだったら、もし釣りのスキルが低くてもちょっと練習すれば釣れるらしいよ。釣りは根気だからね。あー、なるほど、釣りスキル低くてもできるけど、レベルが低くて、これ多分倒すんだな。うん、で倒せない人は5個用意すれば誰かが取ってきてくれるってこと。でも主は釣り上げてからが大変なんだって。何せ大暴れするんだ。釣りの腕よりも剣の腕の方が必要だって言われてるんだ。だからみんなで釣り上げた人を守ってあげないとね。お前らどうやって釣るつもりだったの、それ。どうやって釣るつもりだったん。
でここまでちゃんと調べたのにいけないなんて、お姉ちゃんぜひ僕の代わりに釣っていてよ。いや絶対お前最初から私を生かすつもりだったのお前絶対そうだろう。なんか話変わってきたぞ。ちょっと主を釣って腹の中に飲み込んでいるという宝を手に入れたい。あ、その宝がひょっとしてナイトの装備で、でお姉ちゃんが取ってきたんだからお姉ちゃんが使いなよ的な流れかなだとだよな。お前信じるぞ、信じるからな。じゃあ行ってきます、主のところへ。結局か、釣り竿持ってたっけ。はい、到着しましたけどさ、ここで釣るらしいよ。何考えてんのあの子供たちは。あの子供たち2人これ何とかなると思ったの。魚釣る動向より、その魚が暴れる動向よりもこれ絶対無理だよね。あいつら最初から私にやらせるつもりだったんだな。で一応装備はしてみるんですけども、柳の釣り竿、大鎧中、ドレッドバクのひだに寄生する虫、釣り絵、でかくてやだ本当にでかそうこれ。さあやっていきましょうか。釣りなんて本当覚えてないんだけど、なんかライオンさんがすごいポリゴンじゃない、なんかドット絵になってるけど、どうしたどうした、ライオンさんがドット絵になってる。え、これ釣れんの。お、釣れた。え、左、え、どうやんだっけこれ、どうやんだっけ、右なんか変わってる、釣りの仕様が変わってる。え、釣れたん。モンスターを釣り上げた。あー一発出た。え、オドントラティニスなんて読むのそれ、ローマの人みたいな名前になってるけど。え、これこのあの子供たちでどうにかできると思ったの本当に何こいつ、普通にモンスターじゃん。え、こんな主本当にどうこうできると思ったのあいつらは、意味がわからない。フラッシュ。まあでも雑魚は雑魚かな、うん、今の僕にはレベル62でさっき1上がったしね、うん、おい、え、それ範囲技じゃない、範囲技じゃない、大丈夫大丈夫か。おお、カシャ、はい、オドントティラヌスまんまなんだ。オドントティラヌスはオドントティラヌスを持っていた。不思議、オドントティラヌス、どこいた、どこいた、あった、オズトラヤ城の貯水池の主、大食い悪食いと伝えられている。ちなみにミスラって魚を生で食べれるんですけど、いけんのかな。あ、いけ、おお、びっくりしたリオロスはオドントティラヌスを食べられないって出てきた、わざわざ。普通の魚なら食べられるんですけどね。さすがにイベントアイテムは食べれないみたいです。よかった。はい。じゃあ、帰りたいと思います。ちょっと子供たちにちょっと、どういうつもりだったか聞きたい。これはぜひ聞き込みしたい。なんかここまで来ると子供2人グルだった説があるな。グルで私に取りに行かせようとした説あるな。おい、どうだアイルベーシュ、僕はもう行けないから。ああ、はいはいはい、トレド、オドントティラヌス持ってきたぞ。おい、え、ヌシオン釣ったの、すっごいでっかいんだ、僕にはちょっと無理だったかもな。ちょっとかお前ちょっとなのか。それじゃあ急いでさばいてもらわないと。セルビナに魚のこと詳しい漁師がいるって噂だよ、早速行ってみなよ。こいつ全部人任せだこいつ全部人任せだよ。うわ、なんだこのクエストは、悔しい、でも行っちゃう。いや、いつ来てもセルビナの音楽はいいな。ほんと好き、ここの曲で。誰だっけ、あ、こいつか、こいつ釣りのことを聞きたかったらカブアリードに聞くんだな。ああ見えても釣りには詳しいんだぜ。何しろ俺が師匠だからな。はっはっ
はぁ、はぁじゃないよ。これなんとかしてこれ。なんとかしてこれ。何？大きな魚釣ったからさばいてほしいだって。大きいっていうからにはそれなりのものじゃないとな。ほれ、見せてみな。お、どうよ、どうよ。少なくとも私よりでかかったぞ。ほう、こいつ大きいな。これは何が出てくるか楽しみだ。ちょっと待ってな。てかどうやって私持ち歩いてんだろうな、あれ。お、騎士団のブーツが出てきたぜ。もうボロボロだが、こりゃ結構いいもんだったんじゃねえかな。これ私履くんじゃないの。え、でもボロボロ？直すのか。大事なもの。騎士団のブーツ。魚から出てきたブーツ。ボロボロでとても使えない。立派なもののようだが。え、どうやって直すのこれ。まあ、とりあえずありがとう。うん、帰ります。はい。にしても今回は移動ばっかりだな。戦闘も2回あるし、移動も多いし、濃厚だぜ。このガキンチョの策略により。そっか、主のお腹にはそんなものが入ってたんだ。お姉ちゃんでも大変なんだったら僕らにきっと無理だったろうな。無理に決まってんだろうが。え、おしまい。お父さんか。お父さん。お父さん、息子さんが。いやー、お父さん、息子さんは立派にわがままに成長してるぞ。お父さん。ん？その騎士団のブーツは我々王立騎士団のもののようだな。なぜ持っているんだ。速やかにトリノ様に返上するがよかろう。いや、私、ちょっと私のこと知らないの、あなた。ねえ、ちょっと。ねえ。次期国王候補者ぞ。おい。まあ、トリオンね。トリオン行くんだ。はあ。あ、じゃあいい綺麗なやつと交換してるかもしくれるかもしれないね。うん、ならいいんだけど。そもそも子供とお父さんが離れたところにいるのがこのクエストの問題なんだよ。もしくは子供に話したら自動的にお父さんもこっち来るようにしてくれればよかったんだよ。それだよな。トリオンくん、次期国王候補者が遊びに来たよ。相変わらず暑苦しい鎧着っぱなしだな、君は。お嫁さん見つかった？何か用か？何？魚からブーツが出てきただと？見せてみるがいい。この王子なのに鑑定士までやってんの？これは我が騎士団の専用装備のようだな。もしそうなら戦死した時に身元が分かるように持ち主の名が彫ってあるのだが。あ、そういうのあるんだ。へえ。シュザルローか。シュザルローさん、食われたのか。うん、ビルバートを呼べ。お、ビルバートさん、謙虚なナイト。謙虚なナイトいらっしゃい。すごいな、ドッグタグみたいな制度あるんだ。は、トリオン様、何かご用でしょうか。お前と行方不明になったシュザルローとは確か同じ部隊で仲が良かったな。当時も聞かれたことと思うが、何か気づいたことはないか。その後になって何か新しく思い出したことは？いえ、特にございません。あの事件に関して何か分かったのですか？え、まさかビルバートさんライバルを蹴落とすために何かしたとかそんなことないよね、まさか。いや、ちょっと思い出してな。下がっていいぞ。は、え、それだけでいいの？内密の話だが、実は1年ほど前にこちらの内部事情が多くどもに漏れているような気配があってな。やばい、ビルバートさん、ビルバートさんがなんか怪しくなってきたぞ。おい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 、スパイか。行方不明になったシュザルローは当時奴らに内通しているのではないかと疑いのあったものなのだ。姿を消したのでもしやと思っていたのだが、まさか死んでいたとはな。いや、靴が見つかったからってまだ死んだとは限らないけどね。うん。この男の周りをお前に探ってもらいたいのだが、どうだろう。お前のような外部の者の方が適任だろう。あれ続いちゃってる。まだあんのこのクエスト。いや、やりますけど。また騎士団員には調査をしていることは知られないようにな。シュザルロの実家は南サンドリアにあったはずだ。まずはそこから調査するといいだろう。おお、騎士団員にも言わずに一個人の私に依頼をしてくる。あ、まあまあまあ、そういうぐらいのお友達状態ではあるけどさ。では何か分かったら報告してくれ。え、でくそ、あ、ここでもらえるんだ。タイミング面白いな。これを届けてくれたことに感謝する。ガラントレギンスを受け取ってくれ。やった、騎士団のブーツよりもよっぽどいいものもらったぞ。
はい、というわけで足もらいました。またこれもね、全部揃ったら一気に装備したいと思います。はい、ちなみにプロフィールは何になった？小さな親切運動家。はいしょっぽいのになっちゃいましたが、はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。とりあえず僕はこれからあのガキどもをちょっと懲らしめに行ってきます懲らしめ聞き込みに行ってきます。はい。